どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はこのコールオブデューティーモダンオフェアでこれを遊べばいいよっていう、これが面白いよっていうモードを紹介しようかなと思います。でまずこのクイックプレイで、まあ初心者さんの方はまあ多分そのままプレイを押すとは思うんですけど、そのまま押すと全ルール反映されてるんですよね。でこのクイックプレイでこのフィルターってところを押すと、まあモードをね、検索するモードを選べるんだけど、やっぱり特に初心者さんとか始めるならチームデスマッチとかがいいんじゃないのみたいな風に思うと思うんですけど、ぶっちゃけほとんどのコールオブデューティープレイヤーはあんまりやりません。チーデスフリホあんまりやりません。で今作ドミネーション個人的にいまいちな感じはする現状で、ほとんどのコールオブデューティープレイヤーってハードポイントやるんですよ。でリスアリをやるならハードポイント一択な感じがします。お芋さんゲーになりにくいというか、どのマップでも本当にある程度打ち合いがガンガンできて、まあ楽しいリスアリルールになってます。チームデスマッチと比べた時に、チームデスマッチって本当ね、オブジェクトが一切ないので敵がどこから来るかとかかなり分かりにくいんですよね、初心者さんからすると。まあ、正直僕からしてもチーデスちょっと敵の把握は難しいです。結構ね、あまりアグレッシブに動かない街のプレイヤーが多いと、チームデスマッチって本当ね、試合時間長くなるし退屈になるし、どこから来るか分からなくてかなり難しいんですけど、ハードポイントはもうオブジェクトがガンガン動くし、みんなそこに向かって集まるから、どっちかっていうと初心者からしてもハードポイントの方がやりやすいとは思う、マップ分からない時とかね特に。で次に今作一番おすすめのモードはサーチ&デストレイとか、このプリズナーレスキューノックアウトっていう、このルールはいわゆるリスポンがないルールです。まあ昔からある爆破ルールっていうやつだね、最近で言うバロラントみたいな感じです。今作はこれがめちゃくちゃ面白い。まあ前作もすごく面白くて、海外のもう COD のマルチはね、もうサーチ&デストレイがメインだったんですよ。ほんと流行ってるのが。で、バトルアワーウォーゾーンっていう感じで。で、特に今作このプリズナーレスキューとノックアウトが、これはね、リスなしルールだけど、蘇生ができるモードなので、まあ少しね、始めたての人でもやりやすいルールになってると思います。だから僕はね、最近もうサーチ&デストロイ、プリズナーレスキュー、ノックアウトだけをチェック入れて検索かけてます。あんまり僕はチーデスは個人的にはね、おすすめしないよっていう話でした。というわけで今日は、そのリスなしルールをやっていこうかなと思います。よかったらチャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いします。あー、またあなたですかみたいな。あー、どうもどうもって。交流戦の時はどうもみたいな。知り合いばっかや、みたいな感じ。やったぜ。ちょっと上使おうぜ。俺外周にいるっぽいな。直射しようとするよ。やったぜ。これは人質さらう系だね。またさらうじゃない、救出です。ほんとアタッチメントは解除できてなくて遅いからさ。緊張感あるね。蘇生したいけど、いけるかな。ない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 、なんやねん。なんで撃ってきたん。真ん中のレティクルの色はね、これ変えてるわけじゃなくて、このサイトがこういう色です。で、このサイトもものすごい見やすいからすごいおすすめ。ショットガンの左から2番目のやつを解除するとゲットできる。これめちゃくちゃおすすめです。まだデッドサイレンスないからな。かっこいい！これやりたかったぜ。この中いる。ダイブ。おら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 。行くぜ行くぜ。はいはいはい。ハハ、楽しい。やっぱモダン系はリスなしだな。そう、たまにねエラー落ちがあるね、フリーズみたいな。それちょっと早くどうにかしてほしいね。Vtol 出た。
リスなしで VTOL が出たよ。いや、決め打ちしてくんのか、そこ。まずい。ナイス！ノイス？ちなみにこれベータの時と違ってね、こうやってね、切り替えることができますね。一人称と。僕、それ僕、それ僕です。蘇生プリーズ。あ、マジで？やっぱ蘇生ある、レスキューとノックアウトだっけ？サーチより初心者はまでこっちの方がおすすめだな。スナイパーストーン。距離はどうだ？蘇生させてあげたいけど。え、何何？あ、デコイかあれ。味方のデコイに わしが騙されてる。危ね。5秒かかるのか。もう呼んじゃいまーす。当たれ。まだ奥いたの知ってる。ロングショット。お薬注入。うん、気持ちいい。ああ。UAV オンライン。建物の中に入る。やったぜ、わっしょい。あと500点になれば勝ちか。お薬はね、なんか。体力が回復が早くなるのは知ってるけど、あと何だったかな？自分でも分かってないっていうね。もう一人いたけど、家の中行ってたか？あとは？あれ、あとその辺いたはずだけどな。目の前の味方蘇生できるかな。あ、やっぱいた。8、15キル。あ、ぼちぼちやな。20は欲しい。お薬見るとコウラキを思い出す。お前ら。ああって。もう30年以上前のアニメやで。何食らった今。危ない。何してん。右が取られた。うまい。何取られたんじゃない。味方が取ってくれたのか。人質。おー、結構いい感じよ。ハーポンリス、まあリス今作、まあ悪くないよね。なんか明らかな目の前で殺されるとか、そういうクソリスはかなり少ないから。いやーって、リスなしクソ楽しい。あー、お薬注入。そして間に合うか。だよな。すげえブレる。おい、ちょっ
ちょっとこのカスタムブレすぎだな。なんだなんだなんだ、なんでこんなブレるんだ。今の2階に行くべきでした。なんかね、ゲームソフトがなんかマジ円安のせいで高いはあるんですよね。アメリカ69ドルぐらいで、日本9000円、1万円近くなんだよね。マジ円安の影響も出てるし、まああと海外は給料とかが上がってるから、ゲームソフトの値段もそんな高く感じないのかもしれん、もしかしたら。でも今の日本にとって9000円でゲームっていうのはやっぱ高く感じるよね。でも言うて、でもみんなスマホゲーに1万円以上課金はするけど。だけどみんな課金はいっぱいスマホにする。設置できるかな。ボムがなんか動いてないんだよな。ゴムさんが動いてる、これ。あぶねえ。